ミルトンチャンネルです。今日は私が以前から使っていたスマホの充電器やケーブルのメーカーからポータブル電源が新発売になったので、僕なりに試してみました。その使ったバッテリーがこちら、このユーグリーンパワーローム600。 Bluetooth 電源管理で車内で効率的に充電もできて、これまでのポータブル電源にはなかった新機能も搭載されていて、使っていてかなり楽しかったです。ユーグリーンパワーローム600です。内容物はユーグリーンパワーローム600本体、 AC 充電ケーブル、これはアダプターがないのでとても軽いです。シガーソケット充電ケーブル、これは XT60 コネクタが使われています。ソーラー充電ケーブル、こちらも XT60 コネクタが使われています。こちらのソーラー充電ケーブルはかなり珍しく、ご覧のように二股で分かれているので2枚のソーラーパネルを接続することが可能です。 DC5521、 DC5525 ケーブル、パワーローム600取扱説明書、5年間の製品保証書、ケーブル類を入れるケーブルポーチになっています。ユーグリーンパワーローム600の本体を詳しくチェックしていきます。サイズは横31センチ、縦19センチ、高さ約24センチ、バッテリーの重さは9キログラム、小ぶりの柴犬と同じぐらいの重さなので片手でも持つことができます。このパワーローム600のバッテリー容量は 680Wh、 680W の家電が約1時間使えるバッテリー容量になっています。このバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンセルが使われていて、最も安全性の高いバッテリーセルが使われています。向かって左側面、 AC 入力ポートを細かくチェックしていきます。まず真ん中の AC 入力ポート、ここは 90V から 120V 対応で、 50Hz と 60Hz、 最大 15A の充電ができるようになっています。続いて右斜め上のこの部分、この部分はソーラー充電とシガーソケットが充電できる XT60 端子が仕込まれていて、ソーラー充電の場合 12V から 28V、 12A、 最大 200W で充電ができるようになっています。次にシガーソケットの場合、 12V と 24V 対応で最大 8A で充電ができるようになっています。次に向かって右下のこの部分、この部分はプロテクティブアースとなっていて、保護アースを取り付けるネジがついています。次に向かって左側のこの部分、この部分はオーバーチャージプロテクションとなっていて、充電時に入力電流が過電流保護値を超えた場合に自動的に安全装置が働くようになっていて、この過電流保護ボタンが飛び出す仕組みになっているようです。ちなみにこの過電流保護ボタンを押してみるとこんな感じ、今飛び出した状態ではないのでふにゃふにゃしている状態になっています。続いて出力ポートも見ていきます。向かって右側、 AC 出力ポート、こちらは2口の AC 出力が2ポートと、3口の AC 出力が3ポートついています。この AC 出力ポートは 100V、 50Hz と 60Hz、 6A で、アウトプットの合計は最大で 600W になっています。続いて前面を見ていきます。正面向かって左側2つのポート、こちらは USB Type-C 100W が2ポート使えるようになっています。この Type-C のポートは 100W が使えるので、パソコンの充電もここから直でできるようになります。そして向かって右側、 Type-A のポートが2ポート、こちらは 22.5W までの電力が2箇所使えるようになっていて、これも結構珍しいポートです。続いて向かって右側、シガーソケットポート、こちらは 12V 10A、 最大 120W までの電力供給ができるようになっています。続いてその下、 DC5521 ポート、こちらは 12V、 5A、 5A、 2つ合わせて 10A、 最大の電力供給量は 120W まで使えるようになっています。
このパワーローム600のトータル出力は 965W、 AC 電源、DC 電源合わせてトータルで 965W まで電力が使えるようになっているようです。メインの電源を入れてみます。反応がめちゃくちゃいいです。向かって左側のこのボタンは Bluetooth 接続ボタンになっています。そして上のボタンはライトがつくようになっています。反応がとても良いです。 SOS ランプもつくようになっています。そして向かって右側のこのボタンは DC 電源を入れるときにこのボタンを押すようになっています。 AC 電源も同様に使用する前にはこのボタンを押して使用するようになっています。このボタンの反応が他社メーカーに比べてかなり早いです。今 30% まで充電が溜まっていますので AC 電源を使って充電をしてみます。念のためどのぐらいで充電が 100% まで溜まるかストップウォッチで計測しておきます。今現在のバッテリーの充電電力は 607W。 この AC ケーブルを使うと最大 600W で急速充電するようです。充電を開始するとそこそこ音量がありますのでデシベル計で音量をチェックします。測った音量は約 55dB、 家庭用クーラーの室外機ぐらいの音量です。充電開始から34分後、 30% から始めたバッテリーの残量が 76% まで充電がたまりました。手で触った感じ、それほど発熱している感じはないんですが、念のためサーモグラフィーカメラでチェックしておきます。バッテリーの左側面はそれほど発熱しておらず24度程度。バッテリーの上部も計測してみます。一番熱いところで38度程度でしょうか。それほど熱くなっていないので危険は一切ないと思います。念のため放熱口の右側も測定してみます。一番放熱口の高いところで45度程度。この程度でしたらパソコンの発熱等よりもかなり低いので何の問題もないと思います。バッテリーの充電開始から59分40秒、 30% からスタートした充電が 100% まで充電がたまりました。 600W での充電ですので小型のバッテリーにしてはかなり早い方だと思います。このユーグリーンパワーローム600、数日間使ってみてとてもいい機能を発見しました。それはこのユーグリーンパワーローム600、 Bluetooth で電源管理できるようになっています。ペアリングはとても簡単で、この電源の左側のこのボタンを押すと、この部分、Wi-Fi マークと Bluetooth マークが点滅するようになります。その後、アプリの画面でデバイスを追加を選択。Wi-Fi マークと Bluetooth マークが点滅しているので、次へを押します。次に、ユーグリーン GS600 が出てきますので、この Bluetooth の部分を押すと、これでアプリの画面上で、ユーグリーン600が認識されます。このアプリの歯車マーク、ここを押すと細かい電源の管理ができるようになります。ここでの設定はディスプレイの明るさの調節や自動的に電源が切れる動作モードを選べたり、このタイマー機能も AC、DC、照明ライト、USB それぞれ時間によって電源が切れたり残量によって電源が切れたり細かく設定できるのですが、私が特に気に入ったのはこの U ターボ機能とサイレントモード機能。こちらの U ターボ機能はこのモードをオンにすると、通常この手の小型のバッテリーでは動かすことのできないドライヤーや電気ケトル等も動かせるようになります。実際に私が普段使っている 1100W のドライヤーを使って本当に動くか検証してみます。 AC 電源が入りました。ドライヤーをマックスで動かしてみます。暖かい空気が出るようになりました。ただ暑いというわけではなく、ご覧のように消費電力が 623W なので、実際の温度は暑いというわけではなく、このドライヤーを宙で動かしたぐらいの音量になっているようです。これはこの 1100W のドライヤーをそのままこの 1100W で使うというわけではなく、このドライヤーの消費電力を600W まで下げてドライヤーが使えるようになっているようです。私が普段家で使っているエレクトロラックスの電気ケトルでも試してみたいと思います。こちらの消費電力は
定格消費電力1000ワット。こちらも消費電力624ワット程度で動いています。この U-Green 600の U ターボ機能、普段使っている大電力の電化製品を買い直すことなくこの U ターボ機能で使えるので、そういった点ではかなり便利だと思います。この U ターボモード、1500ワットまでの家電が使えるようなんですが、一般的には電力リフト機能と言われるそうで、1500ワットまでの電力を600ワットまで落として使う機能のようです。オーブントースターが動くかもチェックしてみます。このオーブントースターは定格1200ワット。ではトースターの電源を入れてみます。まず温度調整、マックス230度で電源を入れてみます。あ、動かないですね。このようにオーバーロードしてしまいました。トースターの設定温度を80度まで下げて電源を入れてみます。あー、80度の設定でもオーバーロードが出てしまいました。発熱する系の電化製品だったら何でも使えるのかと思っていたんですが、そういったわけでもなさそうです。電子レンジでも動くか試してみます。この電子レンジの定格出力は1300ワット。お湯を沸かしてみます。出力レンジは500ワット1分で試してみます。あ、動いた。あ、ダメだ、止まっちゃいましたね。オーバーロードしてしまったので、出力レンジを200ワットにして使ってみます。お、いけるか。あー、やっぱりダメですね。こちらもオーバーロードしてしまいました。この U-Green パワーローム600は1500ワット以下でも使える家電と使えない家電があるようです。サイレントモード機能も試してみます。このサイレントモード機能をオンにすると充電の電力とファンの音が小さくなるそうです。私はこの充電の電力が小さくなるというところを特に気に入っていて、充電時間は長くなってしまうのですが、車内で効率的に充電ができるようになります。実際にサイレントモードをオンにして充電をしてみます。先ほどまで600ワットあった充電の電力が124ワットまで落ちました。私の車はだいたい400ワット程度までしか走行充電できないので、この充電の電力が下げられるのはとてもありがたい機能です。 U-Green パワーローム600を実際に車で使ってみます。はい、現在の時間6時31分。今この U-Green 600W のバッテリー残量は 74% なんですが、これから三浦まで1時間ほど運転するので、このシガーソケット端子で充電をして、この 74% のバッテリー残量がどれぐらいまで増えるかっていうのを試したいと思います。U-Green 600の充電の経過はこの U-Green アプリを入れると確認できますので、これを入れてチェックしていきます。現在 74% になっています。車のエンジンをつけました。現在 55W の充電をしています。やはりシガーソケット端子ではかなり少ないですね。まあ、とりあえずこれでちょっと経過を見て、1時間ほどの運転でどれぐらい溜まるかっていうのを確認してみたいと思います。これから向かう横須賀市の空き家漁港は東京から約1時間、晴れていれば富士山も見える空き家海岸の隣にあり、すぐ近くには夏場以外は無料で駐車できる立石駐車場もあります。はい、7時49分、1時間20分ほど運転しました。 U-Green 600W は 82% まで充電がたまりました。それほど早いとは言えないかもしれないですが、一応シガーソケットから充電することができました。これから船で沖に出るので、その間にソーラーパネルで充電をします。純正のケーブルだと充電ができないので、これを使って充電をします。純正付属のケーブルでは天井のソーラーパネルにつなげないので、 MC4 と XT60 の変換ケーブルを Amazon で購入していました。 MC4 ケーブルと XT60 の変換器を使って充電をします。車に常設しているソーラーパネルは黄砂や花粉でかなり汚れていますが、とりあえずこれで充電をすることにします。充電の電力は 23W で充電できています。結構快晴ではあるんですが、やや少ない充電量かもしれないです。
船に乗せてもらい沖へ向かいました。うねりはそこそこありますが、快晴でめちゃめちゃ気持ちいい天気です。風景を撮影していたら魚がヒットしました。あ、なんか下にかかってる。そんなに大きくはないと思います。この魚は夢カサゴ。それほど大きくありませんが、食べると美味しいので持って帰ることにしました。この後すぐ今度は大きな魚をかけます。やばい、でかい、やばいやばい、俺こんなでっかいの釣ったの多分初めてです。やばやば、でかっ、めっちゃでかっ、やばっ、でかい、ひえでかっ、おお、やばい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 、でかい、メタルジグです。うほ、やばい。ピーなん？これピー2号くらいじゃないか。でかっ。いや、でかい、でかいけど、よいしょ、 ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ嬉しい。でかでかでかい、いや、すごい、気をつけて。はい、ありがとうございます。いや、でかっ。ああ、暴れる。あ、これでも、もうなんか逃がそうと思います。逃がします。うん、外れたっぽいですね。このまま逃がします。ちょっとすごいかわいそうなんで、こんなでっかいのちょっと処理しきれ。お、さよなら。あ、あ、逃げてった。あ、大変でした。でかかったです。いや、すごい。この日は午後から風が強くなってきたので、これで終了となりました。ありがとうございます。時刻は13時10分。ソーラーパネルで4時間ほど充電をさせたので、釣りをしている間 100% まで充電が溜まっていました。で、今日釣ったこのお魚の夢カサゴなんですけれども、このままこの氷につけて冷やして持って帰ってもいいんですけど、このままだと氷が溶けたら鮮度が悪くなるので、ゴチュールの冷蔵庫を使って持って帰りたいと思います。めっちゃちっちゃいっすね。はい、で、これの充電方法なんですけど、で、このパワーローム600でこの冷蔵庫に今から電力を送る予定なんですけれども、その中でこの AC アダプターとこのシガーソケット両方比べてみて、電力に変わりがあるかっていうのをちょっとチェックしてみたいと思います。おそらくこちらのシガーソケットの方が節電できると思うんですけども、どのぐらい節電できるかっていうのをちょっと試してみたいと思います。ではまずこの AC アダプターで試してみます。はい、冷蔵庫が動き始めました。で、バッテリーの消費電力が 41W になっていますね。結構電力を食っている印象です。続いてこちらのシガーソケットケーブルでも試してみます。ではシガーソケットを入れてみます。冷蔵庫が動いています。バッテリーの消費量は約 30W 程度、先ほど AC 充電器では 40W ありましたので、やはり 10W ほどこちらのシガーソケットで給電した方がワット数が低く給電できるようです。これは AC 充電器が交流電源、冷蔵庫が直流電源なので、この電気の変換ロスで電力に差が出ているようです。もしこの手の冷蔵庫を使う際は、直流のシガーソケットや DC ポートから給電した方が節電して使用できると思います。今回私はシガーソケットから給電をすることにしました。とりあえず温度3度設定くらいで冷蔵庫を駆動させます。本当はこの後車中泊する予定でしたが、ゴールデンウィークで混み合っていたので、今回は冷蔵庫を回したまま一時帰宅です。
はい、時刻は9時56分、と昨日から16時間ほどこの冷蔵庫を動かしてバッテリーの残量が 100% から 54% まで減りました。今結構太陽が晴れているような状態なんですけれども、発電は 19W 発電しています。そして冷蔵庫の消費電力が 25W 程度ですので、ほんの少し電気を食っているような状態ではあるんですけども、この5度の表示が3度設定までになると、この消費電力が 1W ですとか 2W 程度の消費電力になりますので、今現在 19W ソーラーパネルから発電していますので、ソーラーパネルの効果は結構あるとは思います。ユーグリーン600を車で効率的に充電するために、車のバッテリーにインバーターを仕込みます。ポータブル電源の充電に使うのは大橋産業の純制限波 400W インバーターです。こちらはプラス極とマイナス極にそれぞれケーブルを仕込んであり、プラス極の部分にはもともと 30A のフューズ付きのケーブルを仕込んでいます。このインバーターでは 400W までの充電が可能になっているので、ポータブル電源の充電も 400W まででしたら充電できるようになっています。私の車は走行充電器で最大 500W まで、アベレージでも 350W ほど充電しても何の問題もありませんので、 400W のインバーターを使って充電をしていきたいと思います。このインバーターの設置はとても簡単で、このプラスとマイナスのケーブルを助手席の下にあるこのバッテリーのプラス極とマイナス極にケーブルを仕込んでいくだけです。この純制限波インバーターのケーブルはこの座席下のこのゴムのクニクニしたところから仕込みます。まず座面をこのように倒し、そうするとこの部分に隙間ができますので、この隙間の部分からケーブルを通していきます。このようにケーブルを引き込みました。安全のためにこのプラス極とマイナス極のバッテリーがつながっているケーブルをまず一旦すべて外します。外し方の手順はマイナス極から外して、その後にプラス極を外していきます。ではマイナス極を外します。マイナス極が外れました。続いてこのプラス極を外していきます。でこの作業本来は軍手ですとかそういったものでも構わないそうなので、手袋をつけて作業した方がいいそうです。次にこの取り外したプラス極のこのナットの部分に先ほど引き込んだプラス極のケーブルを接続していきます。丸型端子をこの部分にかまし、ナットで蓋をするようなイメージです。丸型端子の穴が大きめのものを使っているんですが、もう少し小さくてジャストサイズのものを使われた方が本来は安全です。上から蓋をしていきます。仮止めできたら再度このプラス極につないでいきます。プラス極を締め上げていきます。がっちり止まるまで固定してください。はい、次にマイナス極にも同様に接続をしていきます。このナットで蓋をするようなイメージです。ある程度仮止まったらマイナス極にこの端子をつけていきます。このバッテリーに接続する際にたまにパチッといったりするので、このようなゴム製の手袋をつけていただいてもよろしいかと思います。あ、パチッて言いましたね。火花は見えなかったんですけどパチッて言いました。ではこの部分もボルトできっちり固定していきます。はい、これで動くこともないので完了です。このプラス極にしてもマイナス極にしても、バッテリーからこの端子が外れることがないようきっちり締め上げてください。たまに定期点検でこういったところをネジが緩んでないかっていうのをチェックしていただくとよろしいかと思います。こういったところのネジが緩んだことによって火花が散ったり、あとはエンジンが停止したりすることもありますので、こういったところはきっちり定期点検で締め上げることをお勧めします。実は私、このボルトの緩みで車のエンジンがかからなくなったことがあり、とても困りましたので、バッテリーのボルトは緩まないようにきっちり締め上げてください。はい、ではこの大橋産業の 400W 制限波インバーターを使って、このユーグリーンパワーローム600に充電をしていきたいと思います。現在、バッテリーの充電残量は 66%。で、車のエンジンをかけてからこの制限波インバーターの電源を入れないと、バッテリー上がりを起こしますので、まず車のエンジンをかけます。エンジンがかかりましたのでインバーターの電源を入れます。インバーターの電源がつきました。で、現在パワーローム600のバッテリー残量は 66% です。では充電をする前にユーグリーンのアプリがサイレントモードになっているかを確認します。私の使っているインバーターは 400W 以上の電力が流れると
ヒューズが飛んで充電できなくなるので、このサイレントモードに切り替えて充電電力を下げる必要があります。これで充電をしていきます。バッテリーが充電され始めました。充電のワット数は126ワット、シガーソケットからの充電だと55ワット程度しか出ていませんでしたので、倍以上の充電電力があります。現在4時59分、これから1時間ほど運転してどのぐらいのバッテリー残量になるかチェックしたいと思います。はい、時刻は18時4分、ちょうど1時間ほど運転しました。それでバッテリーの残量は 82% まで増えました。一旦エンジンを切る前にインバーターの電源を切って、それでエンジンを切ります。1時間前が 66% でしたので、82から66を引いて 16%、 1時間で電力が回復した計算になります。まあ充電のワット数が 126W 程度でしたので、それほど速いとは言えないかもしれないですが、シガーソケットで充電するよりは倍以上の速さで充電できますので、そういった意味ではいいですね。はい、こちらのユーグリーンパワーローム600なんですが、こちらには残量 0% 緊急モードというモードがあって、ご覧のようにバッテリー残量 0% の状態で照明のライトや USB ポートが使えるそうです。実際に使えるか試してみます。こちらのモードをオンにするには、この電源ボタンとフラッシュライトボタンを同時で10秒長押しするそうなので、実際に押してみます。ではまずライトを試してみます。あ、問題なくつきました。タブレットですとかスマホの充電ができるかも試してみます。問題なく充電できるようになりました。ただこのバッテリーゼロモードはバッテリーの寿命が縮む影響があるそうなので、この機能を頻繁に使用することはおすすめではないそうです。またこのバッテリー残量が 0% の状態で放置してしまうと、このユーグリーンパワーローム600自体が使えなくなる可能性があるらしいので、なるべく早めに充電することがおすすめだそうです。せっかくなのでバッテリー 0% の状態で充電をして、どのぐらいの時間で 100% まで充電がたまるかを試してみます。はい、 0% から1時間52分で 100% まで充電がたまりました。これ結構早いですね。やっぱり今回このユーグリーンパワーローム600の便利な活用法を思いつきました。とても手軽な方法なので、もうたくさんの方がやっていらっしゃるとは思いますが、それはこのポータブル電源とバッテリー充電器を使って車のバッテリーに充電をしていきます。安全のためにプラスとマイナスのバッテリーの端子を両方とも外します。このプラス極とマイナス極両方とも端子を取り外したら、こちらのバッテリー充電器で充電をしていきます。こうすることでこのバッテリーのこの部分を取り外すことなく、このまま充電することができます。これだけでメインのバッテリーを取り外すことなく充電できます。充電が開始され始めました。1.5 アンペアで充電されています。バッテリーの消費量は27ワット、それほど高い電力ではないので、このような小型のポータブル電源でも十分に充電をすることが可能です。私はサブバッテリーやポータブル電源への充電で車のメインのバッテリーに負担をかけることが多いので、今後はこのような形でまめに充電してバッテリー上がりを起こさないように気をつけたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。